南アルプスジオパークとは、長野県飯田市から諏訪郡富士見町にかけての中央構造線に沿った地域の地質遺産を保護し、教育、学習資源とて活用するとともに観光資源と連携したジオツーリズムを構築することにより、地域振興に寄与する仕組みである。南アルプスジオパークでは、プレート移動によって形作られた日本列島の再基層の地質を観察することができる。 中央構造線の東側の南アルプスの山々を作る岩石は2億年かけて海底に降り積もったサンゴや放山中の死骸などが数千キロメートル運ばれてきて陸地の砂や泥と共に大陸プレートへ可体として付け加わったものである。そしてこの可体が2数千キロメートル以上流気し今では南アルプスの3000メートル級の山々となった。現在は 伊豆半島との衝突によって東から押し上げられているため南アルプスは今でも少しずつ高くなっている。過去100年間の観測では南アルプスは1年間に4ミリメートルずつ上昇しており世界でも稀に見る速さの隆起活動である。一方、風雨などにより侵食も盛んに起こっている。激しい隆起と侵食により南アルプスは高さが保たれており。 ダイナミックな大地の営みを観察できる世界でも得意な場所である。大鹿村及び稲市では西南日本を日本海側の西南日本内帯と太平洋側の西南日本外帯に分ける中央構造線が地表に露出している。中央構造線を境に内帯側に高い温度を受けた両桁の編成岩や下降岩、外帯側に低い温度で 高い圧力を受けた南側帯の編成岩が接している。また、両桁帯の岩石が白紀後期に断層深部で伸びるように変形したマイロナイトがよく露出し、歌詞をマイロナイトと呼ばれている。大鹿村の北側、暗光の川岸2カ所、及び稲市長瀬溝の口、溝の口北、日持、板山の4カ所ではの中央構造線の路頭が見られる。北側、 暗光路島は国の天然記念物に指定されている。いずれの路頭も左側が両家体の花崗岩が変形したマイロナイト、右側が南側体の緑色変岩という変成岩で、その境が中央構造線である。路頭の範囲ではどちらの岩石も破砕岩になっている。中央構造線、中央構造線は中部地方では 地層がねじ曲がり八の字にまくれ上がったようになっている。日本列島がアジア大陸の一部だった頃の中央構造線はまっすぐであったが、新大三期の日本海の拡大を伴う西南日本の南下と北上する伊豆小笠原海底山脈の先端の衝突により北方へ大きく折り曲げられた。地下深くの高い温度圧力下で断層運動を受け壊れることはなく、 伸ばされた岩石をマイロナイトという。両形体の加工岩や変成岩は中央構造線沿いではマイロナイトになっており、石栄が大変細かく採結晶視聴石が反転上に残っていることが特徴的である。中央構造線博物館下潜りの佐藤池山クレーターのステレオ写真、ジオパークに含まれている地域ごとに特徴的な地形や路頭、 地形に伴った歴史的な文化を見ることができる。富士見エリア入笠山では海底起源の岩石が見られ、糸井川静岡構造線に沿う地形が見られる。高遠エリア高遠を北から南に流れる藤沢川の谷には中央構造線が通っている。派生エリア三部川沿いに中央構造線が通っており、そこから南アルプス林道沿いに海洋地層が見られる。 大鹿エリア省渋谷の奥に赤石岳がそびえ、中央構造線の路頭が点在し、山中から湧き出す潮泉から山潮が取れる。上村エリア傾斜30度余りの山腹を切り開いた、下栗の里、隕石の衝突でできたクレーターを見ることができる。南品野エリア舞没林や森林鉄道を見られる、東山川がある。ありがとうございます。